はい、エンドラブのお時間です、今日もワクワクとクリエイティブをキーワードにソニカ製品の Tips や近況などをお伝えしたいと思います。今回はライブ 8bitWARPS のリバーブエフェクトについて解説いたします。単に音の紹介っていうだけではなく、リバーブパラメーターの挙動や設計の意図などを解説します。実際に使う際にこれらの内部情報は役立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ライブ 8bitWARPS には一般的によく使われるホール、ルーム、アリーナ、プレートなどのリバーブから、アンビエント系とかでも使えるトンネル、インフィニティといったものまで全部で6種類のリバーブが搭載されています。で、これらのリバーブを使いこなすために知っておいていただきたいポイントが2つあります。まず1つ目はリバーブノブの特性です。各リバーブはそれぞれ異なるサウンドテイストですが、ノブの設計は統一してまして、次のような設計になってます。これがノブのリバーブノブです。ノブの位置は0、60、真ん中ですね、63、マックスの127で、0の時はリバーブサウンドは 0% です。で、シンセサウンド、ドライサウンドは 100% です。で、リバーブノブを真ん中にしますと、徐々にリバーブサウンドは 100% に向かって上がっていきます。ドライサウンドは 100% のまま、真ん中まで行っちゃいます。で、さらにリバーブノブをマックスにすると、リバーブサウンドは 100% をずっと維持して、ドライサウンドは今度は逆にですね、徐々に 0% に向かって減っていきます。じゃあ具体的に音を鳴らしながら聞いてみましょう。はい、これでリバーブ回していきますね。今0です。徐々にリバーブがサウンドが上がっていきます。ドライサウンドは 100% のままです。で、ここで両方ともリバーブサウンドもドライサウンドもマックスになっている状態で、ここからマックスにノブを最大にします。そうするとリバーブサウンドは変わらずに、ドライサウンドだけが0に消えていく、こういう動きになります。はい、これで今ドライサウンドが0になった状態で、リバーブサウンドだけが聞こえている状態ですね。なので、アンビエント系などで、リバーブサウンド伸びが欲しいときは、目いっぱいマックスまで上げて、もらえればそのような感じの音になりまして、まあ、さらにアタック感がもっといらないなと思ったら、そんなときはアタックノブちょっと上げると消えます。これでアタックも緩くなった感じですね。で、まあ、そういう系じゃなくて、アタックサウンドも欲しいよっていう時は、アタックも短めにして、リバーブも、まあ、63まで、0から63の間で、好みのところで選んでいただければ、ちゃんと減音も、ドライ音も残っている状態で使えるようになります。ですので、まあ、これは用途ごとにですね、使う範囲を決めて調整してもらえればと思います。それでは、2つ目のポイントですが、このリバーブの設定っていうのは、パッチメモリーにもパターンにも保存されないグローバルなエフェクトであるということです。これは、サウンドデザインに積極的に使用するインサートエフェクトとかでは、パッチメモリーに保存されるっていうのが通常ですが、ライブのリバーブエフェクトはどちらかというと PA のミキサーに搭載されているセンデエフェクトをイメージしていただけると分かりやすいかと思います。
で、こうすることによって次のような、まあ、メリットが2つあります。で、1つは、パターンチェンジやメモリーチェンジをしたときにエフェクト、リバーブエフェクトがブツッと、切れない、っていうメリットがまず1つ目で、2つ目は、このライブ8ビットワープスにはルーパーが搭載されていますが、このルーパーはリバーブがかかる直前の音が録音されて、ております。で、各ループトラックにも、その後センドエフェクトとしてのリバーブがかかります。で、こうすることによってリバーブサウンド込みで例えば録音しちゃってループのつなぎ目が不自然になるみたいなことを防いでいます。これが、まあ、2つ目のポイントです。では最後に、実際にアンビエント系を意識したパターンを作ってみましたので、ぜひ聞いてみてください。ルーパーも使っております。パターンをチェンジします。リバーブパラメータを変えてみます。これ今トンネルで、トンネルリバーブエフェクトで、設定はマックスになってます。これ0にするとこんな風にですね、どっちもルーパーの方もドライサウンドだし、シンセ音の方もドライサウンドです。上げていきます。これを意識して上げていきましょうか。ちょっと変えてみましょう。はい、今回はライブン8ビットワープスのリバーブエフェクトについて解説いたしました。ぜひ内部設計を知った上でリバーブエフェクト使いこなしてください。エンドラボではこういった、Tips ですとかソニックやの近況などを定期的に配信していきます。ぜひいいねとチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。